Hello, this is Shige and Hiroshihayashi, Japan. I say in this footage 40,000 years ago, aliens visited this planet, the earth. And here I can show you the evidence. In Japanese, Shige さんがこんな情報を届けてくださいました。インドネシアのですね、スラウェシ島で壁画が見つかったそうです。そしてその壁画の中に 人間の手らしきものが書き込んであったというのですね。で、スラウェシ島を探してみたんですけども、スラウェシ島は大きな島です。そして、まあ、どこにその壁画があるかはわかりませんでした。で、Google 上でですね、スラウェシ島を調べ、そこにこの点を取りました。まあ、スラウェシ島と言いましてもですね、九州の大きさと比較してみてわかるように、かなり大きな島ですね。ですから、 まあ点の位置によって距離もまあ違ってくるということです。それについてはまああの後でまた紹介いたします。でままあ、まあ、ともかくもこのグーグル上のですねこの点をまあスラウェシ島の点として採用しました。でこのスラウェシ島にはです、ね、こうした手の文様がいくつかとて言いますかたくさん書かれています。まあ、手を置いてですね上からまあ 例えばですよ、スプレーの絵の漏れで吹き付けて絵を描いたあの手法に似てると言いますかそれを私は最初に考えましたでこの手の文様についてですね、まあ、AFP がですね、次のような動画を流していますのでご覧くださいーパン in kanimanta and they have lots and lots of them oh, yeah and that's the first time i've seen one here very clear you want to have a look no 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 just because i'm looking from here maybe this is solution on the screen just to make sure yeah <laughs> yeah まあこういった絵なんですけどももう一度見ていただきますとこれがスラウェシの壁画の手形ですねで同じものがですね実はタイにもあるんですパーティムナショナル公園の中に洞窟があるんですけどもその洞窟の中にも 同じものが描かれていますこの丸の中を見てください。そしてその左ですね。にももう一つあ,りあるのが分かりますね。これはフランスのラスコーです。ラスコーにも同じものがあります。やはり手を置いて上からスプレーをかけて描いたような絵です。手法は同じですね。輪郭を取るのではなくて、まあ、 輪郭を残して描いたということですね。そしてもう一つ、アルゼンチンのクワエバ・デ・ラ・マヌスにを,見てくだのを見てください。クワエバ・デ・マヌスというのはですね、マヌスの手の、まあ、手,手形の洞窟という意味だそうです。ここには無数の手形が書かれています。で、これらを並べてみますと、これがパーティムの手形です。そして、これがラスコーの手形です。 これがクワエバ・デ・ラ・マノスの手形です。そして今回新しいのがシゲさんの協力により付け加えることができました。これがインドネシアのスラベェシの、ごめんなさい、スラヴェシのあ手形です。皆さん見比べてみてください。で、検証していますが、林宏氏のライン理論を応用します。 まず4つの地点を取ってみます。これがラスコ。右の方がパーテム。タイのパーテムですね。そしてそのパーテムからスラベシに線を引きます。このスラベシがひょっとしたらもっと下の方かもしれません。そしてこのスラベシからずっと南極を越えて、今度はアルゼンチンのマヌスへ線を引きます。 この日は、ここは、あの、きちんと点で取れますので、皆さんご自身でご検証ください。そして、このマヌスからーラスコーへと線を引きます。こうして、まあま、もう一度、まあ、もう一度ありますけどもね、ラスコー、それからそのパーテムというふうにまた線で繋いで、分かりやすく線を太くしてみました。ここが重要ですから、よく注意深くご覧ください。4つの点をこうして取ったということです。そして、この4つの点を取った 地球をですね、少し動かしてみます。ここがラスコーです。で、グリーンの線がパーティム。それからパーティムから海線でス,ワスラウウェシですね。言い抜きですね。スラウエシへ行きます。それからパーティムと。もう一度戻りますけども、スラウエシ。それから黄色い線がずっとマノスへと向かいます。緑の線は、ていうかもうここに見えてるんですけども、ラスコーですね。 これをずつ、ほんのわずかずらしてみますと、皆さんお気づきですかあ地球の外周をですね、ぐるっとちょうど一周しているのがわかります。地球のいや半周が1万キロ、は4万キロなんですけどもね、あのー、この直径が2万キロ弱になりますね。ちょっとあのギリギリですね、これであの Google で見るのは。 なあち、この4つの視点は地球のほぼ、えー、円周を、この場合はね、円周をぐるっと回ってるということです。これは明らかに計算されている。あるいはこれがですね、こう、まあ、偶然だというのならば、じゃあこれも偶然ということになりますね。世界の各地でこうした手形が見つかってる。しかも4万年前という数字が出てきています。そこで私は4つの視点から8000キロの線をまず引いていました。 グーグルの上ではコンパスのような円を描けませんので、8000キロの線を引いてみました。だいたいこの辺に集まってくるという目星をつけたんですね。そして今度は9000キロの線を引いてみました。しま、そうしますと、4本の線が、まあ、このアフリカの沖に集まってくるわけです。ということは、この辺りにどうやら4つの視点の中心点があるということになるわけです。なわち、ここからの距離がですね、ちょうど同じになるということです。 ですから地球の周りをぐるっと一周する形になるわけですね。これも偶然なんでしょうかありえませんね。そして私はこれがですね、4万年前に人間ではないエイリアンがこの地球へやってきたという証拠だというわけです。偶然か、そうでないというならばこれが証拠だというわけです。 もう一つこの地球をよく見てください。赤、黄色、ぶつ下の方に、左下の方にブルーが見えて、緑の線が見えますね。このようにぐるっと地球を一周しているということです。そしてその間の、まあ、半径は、ちょうど8,900キロから9,000キロの範囲ですけども、ちょうど9,000キロだということです。これは偶然でしょうかもしそうでないというならば、これがエリアンが書いたという証拠になります。さらにシゲさんはこんな絵も届けてくださいました。 同じく、裏上紙の絵画に、として書かれているものなんですけども、この動物らしきものを見てください。動物ですね。私は、もうじきの67歳になりますが、<laughs> こんな動物は見たことがありません。多分彼らが地球へ連れてきたんでしょうね。と考えています。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!